ディミトリオス・ゴレミスはギリシャの陸上競技選手である。彼は1896年に開催されたアテネオリンピックに出場して800メートル競争で3位となった。ディミトリオス・ゴレミスは1874年にギリシャ西岸のイオニア諸島に属するレフカダジまで生まれた。アテネオリンピックで彼は800メートル競争と1500メートル。 競争に出場した。4月9日に行われた800メートル走で、ゴレミスは予選2組で、フランスのアルバン・レムゾーに続いて2位となり、決勝レースに臨んだ。決勝では、オーストラリアのエド・ウィン・フラック、ハンガリーのダーニ・ナーンドルに続いて3位となった。ゴレミスは4月7日に行われた1500メートル、競争にも出場したが、5位以下に終わった。 1> 第1回アテネオリンピックでは3位の選手にはメダルは送られなかったが、獲得メダルの表示は、便宜上第2回オリンピック以降と同様の表示を用いている。レムゾーは、翌日行われたマラソンに出場するため800メートル決勝を棄権している。なお、800メートルの予選敗退者の中には、 この大会のテニス男子ダブルス競技で金メダルを獲得したフリードリヒトラウンが含まれていた。レムゾーが棄権した結果、800メートル競争の決勝レースは3人のみでの争いだった。1500メートル競争は決勝レースのみで行われ、8人が出場した。4位に入ったドイツの選手カールガレンよりも後にゴールしたギリシャ選手4名の順位と記録は不明である。 ありがとうございます。